ズルをして駐車料金を払わず懲戒処分です岡崎市社会文化部の課長級の男性職員は去年2月からのおよそ5ヶ月間市が管理する施設の駐車場え有料駐車場を料金を支払わずに利用していました男性職員は当時この施設で勤務していて自家用車で通勤した際に 駐車券の無料認証機を操作し35回分合計3万500円の支払いを不正に免れていたということです男性職員は市の聞き取りに雨が降った時や落をしたい時に甘えた気持ちから始めてしまったと話しているということで今日付けで定職3ヶ月の懲戒処分となっています